えー、この「ダイアグラムという番組で実は4人目の、えー、プロデューサーとしてお迎えすることが、はい、できて私も大変嬉しいんですけれども、えー、番組としては、まあ、地域の問題解決地域の活性化というのをですね、はい、なんとか応援していこうということで、はい、と4月からスタートした番組になっています。で前田さんの方は「まあ、レオン」という雑誌の編集長なんですけれども、ええ、まあ多分ご存知の方 いっぱい多いと思うんですが <laughs>、はい、改めてレオンってどんな雑誌なのかちょっとお話伺っていいですか、はい、あのこの9月で13周年を え迎えるあの雑誌ですまああの2004年にですね「えー、ちょい割る」とか「はい、モテる親父とかで、はい、えそれなりにあのブレイクをさせていただきましたがあの未だえ実は非常に強いあの読者の支持を受けながらあのまあ相変わらず「ちょい割る」なのかも分かりませんが <laughs> まあ何よりもあの魅力的な親父を作っていこうじゃないかっていう旗のもと作ってる雑誌ですね。 まああれですね中年をかっこよくし続けた雑誌、ね、ということですね,ね。もう今や40代がモテるなんていうのは当たり前に言われる時代ですから、うん、え年の差婚なんかの後押しもありますけれども、うんあのー、まあそんな感じで、えー、作っております。 まああの地域のね活性化というのもやっぱりかっこよくしていくとかね,そ,ねそれにやっぱりスタイリッシュに華やかにしていくって結構重要な感性だったりすると思うんですよね,すねだからまあ海外のねあんな華やかなところとうちは違うっていうけど実は海外なんか行くとね実は華やかなところ ではないんだけどもとてもおしゃれにものを作ってたり有名な一流シェフがそこで実は料理を作ってたりってんか決して取っ替えだからかっこいいんじゃなくて田舎には田舎のまた良さがありそれをかっこよくどう見せるかみたいなのがあると思うんですけどねえ真さんも多分そういう意味で言うとこの「レオン」という雑誌ももともとかっこよくなかった中年をかっこよくしてきたということを考えるとその辺の感性でぜひともね地域活性化に なんかこう一言、はい、二言ご意見いただけるようなね、はい、感じで進めていきたいなと思うので、はい、よろしくお願いします。わかりました。はい、よろしくお願いします。マーさん自身はご出身はどちら？僕は三重県の、えー、伊勢のと伊勢市なんです。あの伊勢市なんて言っておりますけれども、実はあの伊勢の、えー、隣町の、はいえー、玉城町という小さな あの町の出身ですですす結構れね伊勢といえば結構客、ね、観光客がいっぱい来るような都市じゃないですか、ねあのー、去年、うんえー、式年遷宮があって、うんあのー、過去最高の、えー、人をですね観光で呼び込むことができた、うん、まあ注目の場所でもあるんですけれども、うん、一方で玉城っていうのはあのー、伊勢の神宮から、うんえー、見たときに、まあ、1 0キロほど。 え離れたあの町でまあ10キロというとそれこそ子どもの頃から自転車でえ伊勢神宮に遊びに行くなんていうことができたような町ではあるんですけれどもあの市内ではなくて郊外の僕は出身でして僕の義理の弟妹の,あのまあ旦那さんにあたるあの人が観光協会のえ若手の会長をやっておりましてそうなんですよ。<laughs> <laughs> あの宣伝させてもらうと若松屋さんという老舗のかまぼこ屋さんをやってるんですけどもね僕が地域活性というものにあの多少なりとも興味を持ち始めたのがもう今から10年以上前になると思うんですけどあのその義理の弟がですね「兄ちゃんは大変やなえ東京なんていう町で何の根っこもないところで頑張らなあかんのは大変や」と。僕は伊勢 っていうあの歴史と、えー、それから、まあ、伊勢お伊勢さんっていう、あのー、観光の拠点とそれから若松屋というもう明治から続く屋号、あのー、をもらってでこの町ですごく豊かな生活をさせてもらってると。けれども兄ちゃんは大変や。 って言うんですよ彼は、えー、ちなみにアメリカに留学したこともあり東京に生活をしたこともあってで伊勢に戻っているわけですけれどもむしろ僕のことを大変だ大変変だだって言うんですよねで、あのー、それはやっぱり彼が持っている地域愛っていうものとむしろ非常にこういろんなものを見てきたからこそ客観的に自分を見た時に、えー、伊勢をスタイリッシュに作り変えていったらあのとっても豊かだった。 っていいう、まあ、結論に近い感性だと思うんですよね。で、それをもう10年も前に言っていた彼がいる町っていうのを改めて僕はあそんなプライドを持っているあの人間を育てることができる町だったんだと見てから急になんか自分が。 生まれう、えー、そのあたりからですかね地域活性ってあ要するにプライドを持つあの町づくり持てる町づくりをすることが実は東京の人間をむしろ大変だ大変だって言ってかわいそうだなんて憐れむようなねあの考え方を生んでいくんじゃないかなと思ってそれがちょっときっかけにはなりました。 あのー、本当に多様な価値観っていうことが、えー、言われてますけど結局のところ、あのー、都市コンプレックスであったりとかんみんな何かしらのコンプレックスの中でいると思うんですよ。でただそのコンプレックスの根源を何、あのー、て言うんでしょうね 打ち破っってていいく一つののキーワーワドっていうのは僕は実は「スタイリッシュ」っていうものすごい安っぽい言葉ですはっきり言って「スタイリッシュ」なんていう言葉それから「おしゃれ」とか「おしゃれ」や「スタイリッシュ」っていうのは使い古されてもう極論しちゃうとむしろその方がかっこ悪いんじゃないかっていう逆説的な言い方でも表現できちゃうんですけどあのかっこいいなとかなんかあのいいなって って言えるものっていうのは実はそこには僕は人を引きつけていくあの力っていうものに変える一番手っ取り早い方法だと思うんですようん、うん、都会的なとかあのなんていうのかなあのエコロジー的なとかそういうものよりももっともっとそのスタイリッシュうん、うん、でもこのスタイリッシュっていう言葉の中に込められている意味っていうのは僕は洗練だと思っていてうん、うん、洗練されていることが何よりも 大事ななんじゃないでね。うあのあれですか例えばその生活の中でもっとこういうのを作っていくともっとかっこよくなるし人生がスタイリッシュになるとかね、うん、なんかそういう言葉でうまくつなげていくと例えば、ええ、セカンドハウス持つみたいな行動ってどうなんですかね憧れますね事実例えば えー、僕がよく行く場所として水上っていう群馬県の,、うん、あの町がありますけれども、うん、ここに本当に今セカンドハウスを持ちたくて、うんえー、実際自分あの自宅から、えー、土日であれば1時間半で行ける場所ですしそこに自分の別荘なりセカンドハウスなりっていうものがあれば、えー、金曜日の夜にそこへ行って。 で土日を過ごして月曜日の早朝に出てきてで普通に月曜日の午前にはもう銀座の街にいるっていうようなのは僕にとって非常に豊かなライフスタイルなので観光客は多分その1日来る人ですよね、まあ、せいぜいね1日か2日来る人じゃなくて例えば年間50日ぐらい。 そこに住んでくれる人をまずこう作っていくみたいなところから始めるっていうのも、うん、まあその仮想ではあるけれども、ねうん、お祭り一緒に作ってくれるとかねそうです、ねね、なんかそういうのとか、うん、なんかねそのお米の刈り取り時期にはなんか家族で来て、うん、例えば手伝ってくれるとか、うん、なんかそういう何て言うんでしょうね必ずしもそこに席がなくても、うん、住所がなくても。うん 何かあれれば年間のご順次必ず来てくれるこれはだから昔そこの出身者でもいいし全然関係ないんだけど田舎がないんでぜひここ田舎にさせてくださいみたいな人でもいいけどもそういう人をまず作って 0. 何人でしかないのかもしれないけど1年間から見ればそういう人を増やすっていう活動によってね活気を持たすとかおっしゃったようにここにはこういうのがあったらいいのにっていうようなことをやりながらまずそのね まず何か街にちょっと新しい息吹をこう吹き込んで,、うんそ,でね、その上でそれが新しい観光地になるっていうのはあるかもしれないですよねそういうのはまああのー、実際に都会へ出てきてしまった、あのー、我々が言うのはもしかするとおこがましいのかもわからないんですけれども実際に。 えー、例えば玉城、えー、僕の実家まあもちろん伊勢氏もそうなんですけれども帰ると、えー、例えば玉城町であれば町長さんと時間をとって、うん、町の今の政策や問題みたいなことを相談してくれたりするんですよ。それは面白いですねで僕はそれがとっても嬉しいんですね。であのー そこには何を求められるかっていうともちろんあの僕は出て行ってしまった人で今町を支えている人たちに意見するっていうのはおこがましいって言って最初はお断り申し上げてたんですただあの面白かったのはいやそうじゃなくて若い子たちがこの町を誇りに思えるような町づくりをしてあげたいんだけれどもそれを。 スタイルっていう面から見ていった時にどんなところが格好悪くてどんなところが前田さんかっこいいと思われますかみたいなことを聞かれるんですね。でそれって僕すごく嬉しいことなんですよそういうことでも僕が答えられることっていうのはたくさんある本当にあの特に都市生活者にとって都市ではあの味わえない体験をするっていうことが今あの観光の非常に重要なところになってくる。まあ、だからこそ その大型観光バスまあこれこれ自体をやっぱり否定もできないと僕は思うんですね。あのけれども えー、大型の、えー、レクリエーション施設を作ってそこに人を呼び込むっていうことは、うん、そろそろ限界に達しつつある、うん、だからあの大量輸送と大量消費っていうものを期待した、うん、あの観光から、うんえー、より何て言うんでしょうねパーソナルな、うん、あの体験を促していくような観光へとシフトしていることはまずは間違いないだろうと。から 例えば言葉の使い方とかね形のはめ方って結構大事かなと思うんだけど観光っていう言葉にまた変わるね今言ったような変わる何か言葉でもっとだからいてもらうそれから戦力になってもらうとかねそれからもっとアイデアを出してもらうために泊まってもらうそのために安くセカンドハウスとして貸し出しましょうセカンドハウス持ちたかったんだけど車も乗るの好きだしバイク乗るの好きだしと子供を自然で。 遊ばせたいしっていうような、えー、そう考えたら確かに大型の、ね、そういう施設でいうのもあるけれども、うんえー、ね買い物しに行くわけじゃなくてそこでね、えー そこにあるものを集めて奥さんが料理したり、うんね、お父さんが料理したり子供がお皿並べてみたいなそういう場所があればそこに行きたいっていう家族がいっぱいいてそ,、ね、それを、ね、予約制でネットで予約してみたい、うん、なんかそのスタイルをセカンドハウスっていうのがいいのかどうかわかんないけどなんかそういう新しい迎え入れ方を。 考えるそういうのあった言葉をんかね馬場さんなんか考えてください。というのは結構そういうのはすごく重道で定住を望ますからなかなか集まらないしやっぱり住むとなると相性が必要じゃないですか町の人たちもそういう部分で。でも中にはそういう人が来てくれていろいろ助かるってこともあるしそこに新しい。 関係が作れることで、新しいもの生まれるってあり得るわけですよね。そうですね。まあ、あの、今日もだいぶアイデア出てきましたけども、来週また引き続き。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。よろしくお願いします。